畜生熊7、畜生熊7から1944年1月21日は、日本陸軍の軍人、陸軍中将十三味軍一等校三級、熊本県出身、畜死現像の長男として生まれる。1884年9月、陸軍主管学校に入学し、1887年7月、方兵将尉に任官。1888年7月、 陸士を卒業し、野戦砲兵第6連隊付となる。1894年11月、要塞砲兵第2連隊付となり、参謀本部員を経て、1899年10月、砲兵少佐に昇進。1900年10月、申告派遣となり、東京湾要塞砲兵連隊大隊長、参謀本部出資、要塞砲兵幹部員。 マイズル洋裁砲兵大隊長などを歴任し、1904年5月、砲兵中佐に進級。同年6月、大本営幕くを付けとして、旅順に派遣された。1905年1月、大本営参謀に就任し、陸軍洋裁砲兵射撃学校教官を経て、同校長となり、1907年11月、砲兵大佐に昇進した。1908年1月、 要塞砲兵射撃学校が、重砲兵射撃学校に改称するが引き続き、校長を務めた。1912年12月、欧州に出張。1913年7月、陸軍省省に進級し陸軍省兵器局長に就任した。1917年8月、陸軍中将に進み兵法兵官となり、兵器局長、陸軍技術本部長を経て、 1922年8月、大名となり、翌年3月、予備役に編入された。1922年8月、広島会副会長に就任。1932年8月、満州国産議となり、1934年8月から1937年月まで、満州国産議府副議長に在任。1939年月3月、 制度連盟理事長に就任した。ありがとうございます。